時刻は3時17分回っています。今日のゲストはあすかさんです。よろしくお願いします。バンバンジップには2度目の、登場という。どうもありがとうございます。今ちょっと曲の間にねちょっとお話をやってもらったら、そんなことがあったわけですね。そうなんですよ、実は。いや今回のあのあすかさんの君の知らない君の歌、アルバム1曲目巡り合いからね、今日応援させていただいておりますけれども、あの昨日は、浜松の方に飛鳥さんいらっしゃっていて、やってまいりましたライブ、楽しかったですね。あのメッセージも、届いておりますよ。昨日名古屋からコンサートに、見に行きましたと。東区の、ね、女性の方ですけれども、今までで一番生々しいくらいリアルな飛鳥さんのライブを見せてもらったような気がしましたという。あ、そうですか。そうですか。メッセージでこちらの方も昨日、トヨタの方から浜松のライブ行ってきましたという明美さん、セットリストが私のツボにはまりまくりで大感動でした。ね、あ、 ありがとうございます。メッセージも、いただいておりますけれども、今日はそうです、そのライブを終えて、名古屋塾に遊びに来てくださっておりますけれども、はい、前回に登場していただいたのは今年の3月。そうですか。もうあのちょっと時間の感覚がよく合わないんですけどね。そうですよね。あれからもう時は流れ、そうですか、11月の半ば、今年は振り返ってみるとどんな1年ですか。どうなんでしょうね、毎年そうなんですけど何をやったかっていうのがよくわからないんですよね。はい、で後になってこの年はこれをやったんだなって言われては、そうだったかもしれないと思うので、やってるそのまさにこう瞬間っていうのはよく分かってないみたいですね。今回でも、もう3月にお邪魔した時にはもうこのアルバム始まってましたからね。あ、そうだったんですね。そうですね、人知れず、こう生命感も動いてたと。そうですね。そ前回の、3月に登場していただいた時は12だったんですけど、今回は君の知らない君の歌というですね、はい、アルバム。これはコンセプトとしては、ある一人の女性をイメージして、そう、その、なんかその女性というキーワードがね、はい、強く広がっていくのはちょっともしかするとアルバムの紹介の時に、なんだろう、答えられなくなってしまうんじゃないかななんていうね、はい、そこであまりそこはそうなんて質問しないかいなんてことを言いながらなんて、でも女性というよりもね、部屋だな、部屋ですね。やっぱ引っ越してほらそれなりの理由があったりと、その時期のなんか一番の思い出だったりするでしょ。やっぱね、今回のアルバムの中でキーワードになってるのは、自分の中では一つの光景だったりするんですね。光景、でその光景はほとんどその部屋、あの時住んでた部屋で起こった時の出来事だよなっていう、たらそうですね、まあ201なんていう感じもあったりするんですけど、部屋ですね。確かにそうです、201号、それからパルシュートの部屋で、もありますし、確かにアルバムを聴いていると自分もその中に入りつつ、どっか俯瞰でこう、その男女の恋愛模様のドラマというか映画を見てるかのような。なんかね、今回男性と女性で大きくなんかもらう感想分かれたりするんですけどね、はい、でもそれは当然僕にとってありがたいことで、でもまあ男組、男組に関してはなんか本当いやそうだよなっていうね、あったよねっていうことをね、共感していただけるので、はい、これはもうちょっとなんか自分書いてきたことで、この部分で共鳴してもらえてるってことは、自分はそんなに、枠からはみ出して生きてきてるわけじゃないなという、なんかちょっとほっともしたりもするわけですよね。いや、僕は君の好きだった歌、10曲目に収録されてる曲ですけど、これなんか聞いてるとやっぱ自分のね、こう分かった頃の昔のこう恋愛を思い出して、あの子にあんな歌を教えてもらったなとかありますよね。ありますよ。僕なんか曲作って歌ってて、やっぱ一番なんだろう、一番信用のおける大衆の人っていう感覚はすごくあるんじゃない。いつも聞いてもらってたりとかっていうのは、そうですね、きっといろんな部分でやっぱりほらいろんな物事の横には陰には女性ありって言われて、歴史なんかそうなんですけど、すごくいろんな部分で自分の楽曲でもそうですし、刺激も変化も、すごく常にそういうのがあったような気がしますね。あと年代によってこう自分の理想の女性像っていうのがこう変わってきたりとか
しませんか。あ、昔はね、はい、若い頃、なんだろう、あの女性がすごく仕事をしてる姿、バリバリされてる姿は、苦手だなんて発言した、どこで助けていいかあの分からなくなってしまうと男として、でもそれはその時本当にそう思ったんですね、すごくバリバリやられてると自分は何をしていいか分からなくなる、今そうじゃなくてとってもこうあの女性もシャープに見るとすごく美しいと思うし、あの、あの頃とは全然違った見方をしてますね、そうですよね、多分距離感もこう変わってくると思いますし、自分がこう理想としている女性像も、ね、10代の頃に思い描いてた人とはやっぱ20代30代とはまた違ってると思いますしね、理想ってなんだろうと思ったりするんだね、その時に自分が変わってくることでその理想って変わってくるので、結局その時好きだった人ってのが、ね、そうなんじゃないかなと思ったりしますね、そうですね、時に男もやっぱ弱くてこう、支えてくれるような女性が、こう理想であったりとかしますね、あまりそこをあの敏感に知られてしまうとそこも苦手だったりしますんで ね、 ですよね、なんかこの辺の距離感とはすごく近いですね、いやもう本当、この君の知らない君の歌っていうのは、もう飛鳥さんがこういろいろこう今まで作ってきたラブソングがぐっと一つのストーリーになっているような感じで、そうですね、改めてこう一つのアルバムしてみると、自分が描いてた以上に聞いてもらえる方がストーリーストーリーとかって言ってくれるので、あのそれは僕じゃなくて、聞いてあるね、くれてるあなたのストーリーがここにあるじゃないですかってことを改めて思いますよね、それがタイトルにもちょっと出てるんですね、君の知らない君の歌っていうのはきっとね、あのいろんなことはあったけど、あのまあ自分がどう生活してるかどういう歌を歌ってるかってなるとはもう知らないと思うんですよね、知らないところで自分が歌いなってることことはあると思うんですよね、ではあのまああのあくまでもこの一人ということはなくて、イメージしながら作ってること必ずあるので、だからそれはそのイメージされてる瞬間なんか知らないと思うんですよ、なるほど、そうですね、知らない君の歌、いやあの今日はもうメッセージでもですね、昨日の、アクとして浜松のライブに行ってきましたっていうのも、たくさん来てますし、それからもう今来たのが純子さんですね、名古屋なんとかチケット取ることができました、会いに行きますっていう、あそうですか、メッセージをいただいておりますけれども、先月30日からツアーフェイスはスタートしていまして、名古屋はツアーラスト、来年2月5日土曜日、こちらは外資ホールでね、ライブが行われるということで、今回は結構またロングツアーと、そうですね、あの、改めてそう見ると長いツアーになりましたね、あんまりそんな感じはしないんですけど、ツアーってこういうもんだと思ってるので、このフェイスっていうのはどういう意味なんですか。いやもうフェイスじゃなくてフェイスだなと自分は、でも結局みんなそうじゃないかなとい う、あの誰でも自分の知らない顔って自分で発見すること多いだろうし、でもそれってあのよく言うあのいろんな面持ってるよねっていうのが、いい時に使われるのと、悪い時に使われる、でも言葉は一緒のだったりするんですよね、でもそういうことさえも枠を外して、自分のいろんな面ってフェイスするのがいないかなと、まあ、そういうタイプですけどね、なるほど、またあのいろいろなそれこそ本当にいろんな顔と出会えるっていうか、お客さんの顔もきっとライブっていうのは直接会える機会でもありますしね、まあ、あの作ってる新しい楽曲の中にフェイシーズっていうのがあるだけの話だったりするわけですよね、まあ、それもそうですね、なるほど、まあ、次のアルバムタイトルなんじゃないかなと思ったりもしたんですけど、おやおや、まあ、ほらこの辺にして、そして海外公演も決定しています、これは12月ですね、12月11日土曜日上海に行かれまして、年明けてから1月15日はマカオマカオね、上海はねもうあの、なんとなくもうこんにちはっていうようなね、そういう、 こう空気さえね、出してくれるので、すごくあのライブやりやすいところになったんですけど、マカオ始めたんですね、すごいですねこれ ね、マカオってあの、もうハッと気がつくね、気がつくとあのラスベガスを超えた資本が入ってきてるって、ラスベガスってね言うと、あのもうエンターテイメントっていう、もう最大のことじゃないですか、だからマカオはどうなんだろうっていうところの気概もありまして、ちょっと初めてのところなんで、どう説明か分かんないですけど、まあ、とりあえず、良かったねと言われるようなものだけはやってこようかな、分かりました、
そうですね、はい、はい、ですのでまた、来年ですね、名古屋では2月5日に、外資ホールでライブがあるということで、はい、こちらも楽しみにしております。もう本当にいろいろな話は尽きないんですけれども、最後にですね、この、君の知らない君の歌から1曲おかけして、お別れとなりますけれども、じゃあ、はい、飛鳥さん、曲紹介をしていただいてもよろしいですか。これですね、はい、イントロが長いんですけど、うん、歌のとこから使ってもらおうかな。あ、そうですか、はいはい、じゃあ CU46 を、はい、懐かしい